どうもこんにちは、水素村の下っ端住人山本です。まだまだ多くはありませんが、徐々に増えてきている水素ステーションについて簡単に紹介したいと思います。ニモヒ水素ステーション南6号。ニモヒ水素ステーション南6号は東京都大田区南6号にある水素ステーションです。多摩川近く東京都下水道局6号ポンプ所横にあります。営業日は火曜、木曜、金曜の週3日間で、営業時間は9時から15時です。ホームページなどでも事前の問い合わせをお勧めされていますので、来店前にご予約をすることをお勧めします。事業者は合同会社日本移動式水素ステーションサービスです。このステーションでは水素充填設備を搭載した水素充填車両がカードルで運んできた水素を圧縮して供給する移動式です。2015年に日本初の商用移動式水素ステーションの一つとして開業しました。いかがだったでしょうか。水素ステーションの運営者として、カーボンゼロ、水素社会の実現、SDGs の実現、何よりも今後のエネルギー戦略に関わってくる水素、そして水素ステーションについてもっと知ってもらえたらと思います。よろしければ高評価とチャンネル登録もお願いします。